とりあえず、ね、あの、だからね、三夜の喧嘩は俺がいないともう始まんないじゃないですか。もう新宿対上野の、200対100みたいな、喧嘩。その時の喧嘩だって200対150ぐらいで書かれてたからね、新聞には。実際はもうそんないないんだけどね。すごいこと書かれてたね。その喧嘩とかも、やっぱ、キッドが攻めてる浅草の頭、上野の頭は出れなかったみたいな感じや。俺が、焼津からさんね。俺が収めてるみたいな感じじゃないですか。でも別にそ、あのー、新宿世田谷で文句、俺に言うやついないよみたいなさ。年上でも。いないから、俺に文句言える人間が。何個上でもさ。はちゃいさんと同じぐらいの人たちは、もうみんな俺に文句言ってこないから、誰も。でも結構相当喧嘩してるからね、マジで。俺ぐらい喧嘩は絶対できないから。